腹をへこませたい方におすすめなスネーククランチを紹介していきます。今回のクランチは簡単なのにしっかり腹筋の奥に効かすことができます。腹筋でお腹をへこませるためには腹直筋ではなく内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋、この3つを主に使った上で反り腰を解消させるために腹直筋を使う必要もあります。この4つの割合がすごくいい腹筋方法になります。はい、皆さんこんにちは、タートルです。一緒にスネーククランチ頑張ってみましょう。今回1回たった20秒なんですが、左右行うので1セット40秒の腹筋メニューです。これを3セット繰り返していきます。しんどいよって方は1セットでもいいですし、しっかり使いたい、腹筋にちゃんと効かせるために頑張ってみようって方は3回一緒にやってください。それでは紹介します。通常腹筋は前に起き上がると思います。今回は体を横にずらした上で体を起こしてキープです。普通はこのように動くと思いますが、体を横にずらした状態で体を起こします。これを左右20秒ずつ行っていきます。呼吸は長く吐いた方が腹横筋を効かすことができるので、息は必ず止めないように、小刻みに使うのではなくふーっと長く吐いてください。これは起きた状態で動かすやり方もあるんですが、ちょっと腰すりむく可能性があるので、今回は傾けた状態で起こしてキープです。スマホの方は持ったまま、いらない方は手は胸でクロスまたは頭の後ろに置いて体を横に持っていって起こしてキープです。片側の内腹斜筋外腹斜筋を収縮、反対側を伸ばした状態で体を少し起こしてください。それでは行きます。体を横に持っていって起こします。スタート。息は長く吐いていきます。肩甲骨だけ浮かせる感じです。どんどん吐いていきます。ぐーっと体を起こして、よし、 OK。 それでは反対です。こんな感じです。正面ではなく体を少し横にずらします。このまま起きます。いきます。スタート。しっかりね、寄せてる側のウエストの方に効いてればうまくできてます。長く吐き続けてください。だんだんね、お腹が熱くなってきます。あーきつい。しっかりね、体を寄せて OK。 ガー、1セットでも結構きつい。2回目いきましょう。体をしっかり寄せた状態から起こします。スタート。しっかりね、ウエストを締めてください。ぐーきつい。あー長く吐いて、これはきつい。腹痛い。あー頑張って。 OK。 ダー、はあ、これはきつい。し、体を今度反対に寄せていきましょう。スタート。起こしてキープ。首疲れる方は頭を取って、息長く吐いて、きつい。生き返った。お腹がね、ぎゅーってなったらね、しっかりできてます。あともう一回ずつ。みんな頑張ろう。いきます。スタート。しっかり体を寄せて起こして。みんなきつい。みんな一緒だ。息長く吐いて、きつくなっても止めないように。だよーし、ラスト。しっかりね、お腹の奥に効いてますんで、あともう一回だけです。いきます。スタート。長く吐いて、
れても止めないように。ラスト。じゃあ、聞いた。お疲れ様でした。スネーククランチマジで辛かったっすね、これはね。いや、各20秒ずつ体をしっかり横に持ってってることで負荷が上がります。通常の正面だと半分半分みたいな感じですが、しっかり寄せることでね、8対2みたいな感じで腹筋効かすことができてます。これを週に3回を目安に続けてみてください。2週間もすればお腹が引き締まった感じがします。お腹の脂肪が減らなくても家庭としてはお腹を抑える力、骨盤を立てて体をまっすぐにさせる力、そこが身につくだけでもウエスト数センチ引き締まります。運動を続けることによってスプラスアルファ脂肪も減っていきますので、コツコツと動画を見ながら自分の好きなエクササイズを組み合わせて続けてください。頑張ったよって方はグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。